皆さんのママイト秋葉です。引退服着ちゃいました。有名な中華料理屋さん、いいメニューと紙式でやるやつやったんで、フォークの小籠包でいいか。うまっ。これは来るわ。サムッドライフ、皆さんのママイト秋葉です。本日なんですけれども、急に小籠包がめちゃめちゃ食べたくなったのと、今日ね、夜ね、後輩と飲み会があるっていうので、ショッピングモールに買い出しに来たついでに臨台粉来ちゃいました。今日はちょっとね、リッチに臨台粉で小籠包食べていきたいなと思います。まあ、臨台粉っていうのはどういうお店やっていうのはちょっとここら辺流しとくんですけども、でも世界中で有名な中華料理屋さんなので、まあ、中華ってさ、いっぱい頼んだ方が美味しいじゃないですか。いろんな種類食べたいし、なので私一人の時よりは人と一緒に食べてる時の方がいいかなと思いまして、いっぱいいっぱい頼んでいきますので、皆さんよかったら楽しんでいてください。チェーマンはね、いいメニューと紙式でやるやつやったんで、対策はされてるなって思いました。その辺の様子も一緒にご覧くださいませです。では、こちら、サムッドライフ。何食べる？結構しっかりした日本語訳作ってくれる。え、ほんまに？優しいな。あ、これこれこれ、豚肉とエビと豚、テキさん待ち、エビと豚肉のランタンカリッと揚げかも。これかな。これマジね、好きなんよね。これ一個入れていい？あと小籠包、普通の小籠包にする。カニ味噌めっちゃ気になるけど、チキン小籠包にしようか。じゃあ、アソーティットって書いてるわ、だから普通にフォークの小籠包でいいか。なんか麺も一つ頼む。ドライがいいんすけど、ドライでもいいっすか。あ、いいね、エビも乗ってるし。429円、ずっとマスクつけてたわ。いろいろ食べたいよね。チャーハンありやな。でもなんか野菜食べたくない。ロメインレタス、普通にレタスの色の濃い版みたいなやつ。なんか味とか食感はレタスそのまま。なんか野菜別にいいかな。豚肉チャーハン505にする、それともなんかあのパーコチャーハン、スペアリブ乗ってるやつにする。なんかもう賞味余ったらさ、持って帰れると思ったらなんかもう何でもいいやって。さっきのさ、カリカリエビやめてさ、エビマヨにする。ね、エビマヨめっちゃ美味しそうやんね。こっちにしよっか。マヨにしよう。今日晩ご飯にエビも食べるのにエビマヨ、エビだらけっていう。今日スモールでいいよな。バンが食べたいです。私バン、あの肉まんにするか、もう一層この可愛いパンダチョコバンにするか。バヤスチョコレートバン、あかんか。手洗いいただいたんで、じゃあ野菜を補充する。豚肉と野菜入り肉まんにするか、しいたけと野菜入りまんじゅうにするか。ちょっとなっとるけん全然これでいいか。とりあえず今頼んでるのが小籠包、今のベジのやつと麺とフライドライスとエビマヨ。よくね。ね、飲み物何にしよっか。なんかお茶のやつさ、一個頼んで2人で分けるのでいいかなとは思うんやけども、そうすると高いんかな。鉄観音さ、多分2人で1つさ、あのおかわり式のやつできるやつにした方が多分ね、 お得。どこでしょうか、どこでしょうか。はい、オッケー。じゃあこれで手で注文してご飯を待っていきたいなと思います。レッツラッコ。今日は鉄観音で、このお茶系のやつはおかわり可能となっております。で、アイスくださいって言うとアイスくれたので、冷たくもできるみたいですね。で、なんかさっきも見せたと思うんですけど、なんかマスクがちゃんとこうやってあの紙袋に入れてくださいって感じで、こういうところの感染対策もちゃんとやってますね。で、いいメニューやし、注文も紙やし、で結構会話は少なめかなって感じです。以上。鉄観音注いでいきます。なんかさ、冷たくなるほどアイス入ってなくないって感じ。美味しいお茶です。これね、中国行った時に私本場のやつ飲んだんですけど、もうマジで美味しくて、お土産に買ってくることがあって、割とあのお茶悩んだら鉄観音頼むとおすすめします。来ましたよ、小籠包とエビマヨ。これで小やんね、確かね。え、マジ美味しそう。てかね、ね、聞いて、小籠包さ、熱々できたん初めてかもしれへん。前ね、なんか冷めててん、だからめっちゃ嬉しいね。食べようか。それでは
食べていきましょうか。元気に手を合わせてくださいいただきます。いただきます。サムトライフ、美味しそう。普通にテンション上がるワク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 。はい、小籠包からいこうか。いこうか小籠包。割れそう割れそう割れそう、普通に割れそう、やばい。こんなん見えとるかな。ナイス、うまそう。ふう、ちょっと先にスープを。あ、うん、まうまいし、やっぱ熱々ではなかったなそういうもんなんやろか小籠包って。いきまーす。うますぎ。これは来るわ、やっぱ美味しいな。やばー、なんか中華っぽいし、めっちゃ熱いし。パンを巻きました。うまそう。やばばばば、他やねんけど。あー、割りまして、ちょっとこのお酢の生姜をのせまして食べます。いただきます。あ、うまっ。スープバカうまいし、このお酢入れるとさっぱりして美味しいよね。拝んでしまう、うまさ。うまっ。こんな感じですね。エビ美味しそう。いただきます。プリップリ、うん、まっ。これさ、こっちにして正解やったね。ね、揚げエビにしたらきっとさ、こんな大きくなかったよね、エビが。めっちゃ美味しい、やばい。麺も来ました、こんな感じ。あとね、チャーハンも来た。マンとチャーハン、こっち育ってきてる、美味しそう。麺混ぜていきます。何回か食べたことあるんですけど、めちゃめちゃ美味しいよね。ネギとエビのやつ、もうエビやばくない？超ぶりなんだけど、もうエビがテンション上げてってんね。うまそう、やばい、めっちゃいい匂いする。いい感じ。食べていきます。じゃあ麺いただきます。何回食べても天才やねんけど、マジで美味しい。エビもめっちゃ美味しい。なんかここまで旨味を残したさ、エビのむきエビってあるんですねって感じ。ちょっと味付く前提やのに、こっちもしっかり美味しいっていう。うん、美味しい。場合はね、パオをね、熱々のうちに食べたらやけどするよなって思って置いといたパオをちょっといただきたいと思います。なんか今日は肉まんじゃなくて野菜入りのやつにしたんですよね。他に肉あるからいいかなと思って。割ってみせたいが、熱い、とても熱い。こんな感じ、こんな感じ。伝われ伝われ。ちょっと絵では難しいかもしれんけど、ネギって感じ、ネギとニラって感じ。うまっ。ほうれん草みたいな味がする。野菜感強めです。うまっ。とても幸せです。チャーハンもちょっといただこうかな。これね、真面目なやつを久しぶりに食べるわ。いただきます。美味しいっすね。の黒の味美味しい。あっさりしてて
確か前調べた時リンタイフンってなんかねマレーシア半額弱ぐらい、ほんまにそれくらい安くて、ね、1皿あたり500円せえへんかったかな、15から25とかやから600円、5、600円ぐらいしかせえへんくって、マレーシアやったら高いんですけどね、他の国のディンタイフンと比べたらマジで安いから、一応高級とされているディンタイフンとかもマレーシアで食べるとさらにより安く美味しく食べれるって感じですね。だから家族来た時も私はここ来ました。マレーシアで食べた方が安いし、中華系の人がいるからやっぱ美味しいんじゃねみたいな感じでおすすめ。うん、おいしい。めちゃめちゃ全部美味しいからさ、どれが一番と決められへんけど、こん中やったらもう絶対エビマヨ頼んだ方がいいです。マジで美味しい。中華系の友達とディンタイフン来たことあるんですけど、中華系の人たちは絶対にチキンの入ったスープを頼めとは言ってましたね。ローカル民たちはチキン丸々入ったスープやったかな、必須って言ってたけど、私はエビマヨです。なんなら今回スープ頼まんかったし、別にいいかなと思って。天才だ。幸せだな。うまっ。グーマだわ。手を合わせてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。タムトライフ。そんな感じで本日はリンタイフンにお昼ご飯を食べに参りました。でも言うても中でも3時ぐらいなんで全然お昼じゃないんですけど、昼晩兼用みたいな。いやもうマジでどれも美味しかった。マジでどれも美味しかった。もう特にエビマヨに関してはとついでくださいって感じなんで、ほんま日本にもねお店自体はあると思うんでぜひ食べてみてくださいって感じなんですけど、もし行くことがあればエビマヨマジでご利用します。エビマヨ美味しいんでぜひ食べてみてください。でもう一個の方のこのネギとエビ麺の混ぜそばみたいなやつもマジで美味しいので、行く機会とかがあったらぜひぜひ食べてみてください。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。あとツイッターとインスタグラムも私持ってますので、そちらの方もおフォローよろしくお願いいたします。また毎日放送の方は生放送ビゴライブの方で毎日配信しておりますので、雑談とか弾き語りとか好きな方はぜひ遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね。まんまんまーい。